ということでね、どうも皆さんこんばんは、ラッタです。ピコンってことで、今回お集まりいただいたのは他でもない、まあちょっととあるリプライが今回たくさん来まして、いやちょっとこれは皆さんにもお話ししたいなと思って配信を撮った次第であります。はい、いやー、まあちょっとね、夏前のことで季節外れではありますが、ちょっと聞いていただきたい。先日 YouTube のチャンネル登録者数が20万人いった時に YouTube で生放送をしたんですけども、皆さんそれは見ていただけたでしょうか。果たして運営ラジオってやつをその時やったんですけども、いやちょっとその時の生配信でちょっとおかしな声が入っていると視聴者さんから多数連絡をいただきまして、まあ僕たち運営もね、そのリプライをいただいてちょっと話題に上げて調べた結果ね、このタイミングでこれおかしくない?みたいな感じの結果になって、もしかして本当に本当なんじゃね?みたいな、まあなので今日は皆さんにもそのね場面を見ていただければなと思って今日は放送撮ったわけですが、はい、この動画の50分19秒ぐらい、まあなんか京さんの名前の由来の話をしてる時なんだけど、なんかバット教のバットボーイがうんぬんみたいな話をしてたんですけど、俺がバットボーイって言った後にちょっと耳を澄まして聞いていただきたい。よろしく。 T シャツの名前がバットボーイやって、そうな、あの英単語とかそういうのついてる、バットボーイ顔面ついてるやつでしょ、真ん中に。そう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 。おかわりいただけただろうか。の名前がバットボーイやって、そうな、あの英単語とかそういうのついてる、バットボーイ顔面ついてるやつでしょ。ここパパって聞こえないですか。おかわりいただけましたでしょうか。ちょっともう一度音を最大にして真ん中に。でこのなんかね、話してる最中に、あ、その運営でね、後にね、いや俺ん家にあの住んでる人じゃないみたいな話になったけど、こんなさ鮮明にさ、別に俺の部屋にいるわけない、いるわけじゃないからさ、ないじゃん。こんなマイクに近い感じの声やん、これ。
T シャツね。その T シャツの名前がバッドボーイやって。そうな。あの英単語たくさんいうのついてる。バッドボーイ。顔面ついてる。おかわりいただけただろうか。怖って。まあ、なので。もっと大きくしてやって、いやもうこれ以上俺の配信では大きくできないんで、あとは皆さん各自で動画を見に行っていただけたらと思うんですけど、でもこっからまあ一つの仮説としては、まあ、運営の中に実は誰か子供がいたっていう説と、あとはまああとはまあやはり、もしくは運営の誰かの部屋に女の人がいた。でもまあもちろんいないわけですよ。うん。もちろんいない。詰まるところ?詰まるところ?真相やいかに。